面ライダーバトライドウォー。はい、皆様こんにちは、リットドゥンケルハイトでございます。仮面ライダーバトライドウォー初見実況をプレイ続けていきたいと思います。はい、前回はスカルさんに会いましたね。で、今回はこちら、イニシエの魔法使い。他のライダーを探すべく探索を続けるライダーたち。ビーストの居場所が判明したが、彼はファントムを狙うライバルが来たと勘違いしているようだ。誤解を解き、ビーストを仲間にしろということで。ビーストはウィザードのとこなんで、ウィザードでいいかなと思ったんですけど、前回スカルさんだからダブルできたのに特に意味がなかったんで、今回無視して、メテオさん使いましょう。お前の定めは俺が決める。はいはい、ショップはこれ今日は通常営業やボーナスなし。クロニクル終わるまでにボーナス来るかな。本当だったらまあライダーロードとか他のところやって時間稼いでボーナス来るまで待ってた方がいいと思うんですけど、まあめんどくさいんでいいです。レベル上げた方がいい可能性もあるんですけどね。あ、3つなんか隠れがありますね。スターライなんかかっこいい名前が、メテオさんかっこいい。まあメテオっていう名前すら最初からすらって言い方もおかしいけど、まあかっこいいですけど、スターライトシャワーとかなんかかっこいいですね。メテオストライク、うん、違うキャラクターを思い出したけど、まあいいや。長押しとかありますね。力を貯めるのか。ジャンプキャンセル、ほう。各技の硬直時間中にジャンプをすることで硬直時間をキャンセルすることができると。ということは技全部に硬直時間、しかもキャンセルが必要なぐらい長いのがあるわけですね。めんどくせ。メテオストームですか、フォームチェンジの名前。ジャンプキャンセル、でもその前でジャンプしちゃったらそれはそれで隙ができるんじゃないかとちょっと不安ではありますけれども、まあいいや、やっていきましょう。レッツラッゴー。はい、お前の定めは俺が決める。君それしかないのかな。おお、あ、新しいステージだ。すげえちっちゃいけどな。食べるの？あ、なんかこのステージあれだ。よく出てくるな。ライダーによく出てくる。ライダー以外でもまあ特撮によく出てくるとか。あ、メモリーエネルギーか。すごいけど、なんか君なんかドーンってなんか時々音楽鳴るんだけど。まあ、すごい。何やってるかよく見えないね。早すぎて。ああ、ボタン押すたびになんかボーンって音が鳴る。ただねー、ワッチャーっていうのが私あんまり好きじゃないな。いまいち受け付けないな、この声。何やってるか全然わかんないね、君。てか、硬直時間もクソもないね。全然、ジャンプ、一応ジャンプキャンセルしてみましたけど、そんな必要ないんじゃない？ジャンプキャンセル。声が笑えるな君。あれか、いまいちょっと黙れよって思うんですけど。ひどい。でも結構ごちゃごちゃやってるように見えてメモリーエネルギー全然減ってない。メモリーエネルギーの減らなさがやばいんだけど。ねえ、めっちゃよ、いまいちだよ。声だけはうるさいのに、さして成果がないんだけど君。当たりづらいんだよね。そう、はいはい、ポイントは貯めてくれてるね。すぐに50超えるし。あー、確かに高速時間のせいでコンボが切れちゃうね。それは分かった。ちょいちょいジャンプしてコンボを切らないようにするのがいいんじゃないかな。むずいな、むずい。マヨネーズもかかってない飯くらいまずい。君マヨラーなのか。そうか、マヨネーズがかかってないとダメなのか。君ようやくメモリーエネルギー終わった。ちょいちょいジャンプしながらだとその程度のことでお前らの定めは変わらん。破壊目標を速やかに。こう喋ってる時でフォアチャーのテンションは全然違うんだよ。あ、メモリーポットだった。はい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 、はい、話にならん。あー、やばいな。はい。最後のためみたいなのが間に合わなかったね。ドンバイだ。ファントム、この辺にいるのがファントム近づいていいんじゃない。おい、ちょっと倒しながら。周り全然いねえからダメだな。
当たってないよ当たってないよ、アホみたいな当たってなかった。ちょっと待って、技の途中でジャンプキャンセルすることができるからいいね。よっと、はい、あ、よかった。おっとっとっと、あー殴られた、うわーい。もう敵からの攻撃とメモリポットからの攻撃でもう3段攻撃くらいました。地図を見て、なんかちっちゃいなこのマップ、なんかもっと広くてもいいと思うんだけど。よく出てきますよねこのこれ、これはダムかなんかの下かなんかだと思うんですけど忘れましたが、君は誰だ。ああ、アルビノレオイマジンさん。アルビノってなんか白いって意味らしいです。あ、なんかこのイエスタのやつは白いですよ、なんかこうグラフィックはそんなに白くないですね。厄介なやつ、あ、いきますか。てか、あれ、あ、出た。今押したのに反応しなかった。おお、何やってるか全然見えないけどな。いっぱい倒れたけど。ほい。あ、もういける。早い。いけ。敵が多すぎて全然見えなかったけど、まあいいや、倒したし。それでいい。かっこいい。キバとかかっこいい。 あ、メモリーでいいか。俺に魔力をくれ。飢えてらっしゃいますけど。ここか、はい、おお、すげえ。このまま、あー、コンボ切れた。あ、でもめちゃめちゃコンボ溜まってるよ。コンボじゃねえ、ポイント溜まってるよ。ペテオすごいすごい。ただ声だけはどうにも受け付けないわ。声だけが受け付けないな君。なんかボタン、技のボタンを押すためにボーンって音が鳴るのが音楽やってるみたいに楽しいですね。ただ唯一声だけがゲセン。それだけが欲しいね。それがなければ君結構使い勝手のいい私のお気に入りキャラになれたよ。ほうほうほう。でもメモリーエネルギー本当に減らないね。敵が強いのかな。ほうほうほう、開いた。今繋がってたのにな。結構バンバン倒してるはずでもあるのに、メモリーエネルギーが、メモリーエネルギーのメモリーエネルギーだけが長くなってるわけですね、きっとね。はい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 、なんか聞けた。結構ここのステージが響くステージだからっていうのもあるんだろうけど、声がね非常にうざい声が。君をここで連れてきたのは失敗だったと思われる。痛い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 。例えば R1 とか使ってないっていうなんかあるの。早いね君も足。てい、あ、ない。 R1 押してみたけど何もなかったわ。君はフォームチェンジないんだね。あ、フェニックスさんですね。さっきからビースト全く見えてないけどいないのかな。どこどこどこ、いない。誰だか知らんが、あー、お前の定めも俺が決める。はいはい、で敵が倒してくれてます。じゃあ来たので行きましょうか。レッツゴー、行くぞ。メテオストームパニッシャー。それは何か知恵なのかな、メテオが持ってるのは。あ、早っ、君強いね。当たってませんでした、ごめんなさい。これどうだ、当たってるかどうか判定がちょっとどうか、これはどうかなって思うけど、君が高く飛びすぎなんだよ。ビーストさん今頃出てきた。ベルトの形面白いね。君は食うことが生きがいなのかな。あ、倒さなきゃいけない。やろ、また俺の食事を横取りしやがった。あ、だだ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 、そんな手に乗るかよ。もうどうなってるの。どうなってるんでしょうね。強いね。わわ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 、ちょっと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 、ガンガンやられてガンガンやられてガンガンやられてる。すげえすげえすげえ。でもヒットペット全然減らない。ノーマル出すから。おー、すげえ。ピンチとチャンスは表と裏。君結構バカな子だったの。どこ行った？いたいたいた。なんか1回だけウィザードほとんど見てないんです。1回だけなんかすごい中間
中間の時期見て、よいしょ、すごいアホの子なんだなっていう印象を覚えた記憶があるんですよ。あ、けけけけけけ、ちょっと、ちょっと、ロックオンができてないかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いけるか、いけるか。おー、すごいすごい、君長いね。はい、当たりませんでした。あ、向きがちょっとイマイチだけど、もういいわ。あー、すげえアグル、やばい、やばい、股間が股間近すぎ、ワロタ。俺は一体、はい、この状況は青春の1ページの後って感じか。よくわからんが、はい、俺は2と魔法使いだ。よろしく頼むぜ。テキストが消えてしまうのがもったいね。永遠のライバルさんよ。はあ、ライバル？何なんだよ君は。君このまま吸い込まれないパターン？吸い込まれるだろうな。じゃあ早う終われや。何やねこのまま。幸運だな。あ、ありがとう。俺は倒されるわけにはいかない。かっこいいわ。甘子でできた新たな友と明日を生き抜くためにな。あ、なんかすげえかっこいいこと言ってる。向きがごめん逆だったね。あ、A だ。すごいな。あ、でもメテオさんすごい稼いでくれた。稼ぎにはいいんだろうねこの子ね。はい、ただ声が受け付けないわ。おう、なんで、むしろなぜビーストさんだけ残ったの。それ謎なんだけど、うん、いやちょっと違うけどな、なんていうかな、うん。そうだね、響さん鬼だったね、ごめんなさい。お、なんでディケードだけ剣持ってんの。鬼が来たー。え、ほんまに鬼来たん。やだ、かっこいい。うん、いいのかな。え、まあカナリアさんがずっと支持してくれてるからね。手の届く範囲だ。いいツッコミだ、ももちゃん。いいツッコミだ。おお。あ、ちょっと、何？音符マークついてますけど、ももちゃん。ファング？ファング出てくるの？あ、ビーストで遊べるようになりましたって言うけど、前からビーストいる？よね、ダウンロードのやつで。いるよね。あ、ファングジョーカー使える。ファングジョーカーってダブルだ、別個扱いなのかよ。え、あ、これがあるわ。4つ、星4つはいろいろ出てくるみたいですね。まあ、では次はこれをやっていきたいと思います。それでは今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。